張飛、芝居、本多忠勝、いずれも名将と呼ばれる彼らは己の子にさらなる高みへ登ることを求めていた。そのために何をするか、芝居の発案により今子女たちは躍進の機を得ようとしていた。今より親子対抗の模擬戦を行う。こちらは一切手を抜かぬから、そのつもりでかかってこい。だってよ。とてつもなくめんどくせえ。この大変な時期に父上たちも何考えてんだか。きっと芝居様には深い考えがおありなのでしょう。父上たちとの真剣勝負、稲は楽しみです。発案者は芝居殿、張飛殿、忠勝殿。俺は場違いな気がします。帰ってもいいですね。そりゃダメだって。お前は子供側の大将に指名されてるんだから、きっと俺らの戦いを見守れってことだろ。わかりましたよ。なぜ俺があなた方の親子対決を見物しなければならないのか。親と模擬戦をすることになる。俺たちがたるんでいるとでも思っているのか。だい、やるからには最善を尽くすのみ。全軍、本陣に迫った敵を蹴散らすぞ。子供たち一人でも敗走したら負けだってよ。めんどくせえ決まりだな。俺は徳川を代表する一番や。なぜそんな俺を総大将に据えるんだ。おとなしく仕方ねえだろ、向こうのご指名なんだから。ま、直政ならきっと大丈夫だって。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。敵の総大将はどなたなのでしょう。さあ、あの忠勝を従えてるくらいだ。きっと雲つくような大男だな。めんどくせえ。長年磨いてきた知力、味わうがよいぞ。まだ死ねぬゆえ、ごめん。やったぜ、これで一歩前進だな。翔よ、ここまで来るがいい。お前がボングでないことを父に示してみよう。ご機嫌そうで何よりです、父上。これ俺が行かなきゃなんだよな。おい張飛、ビビってんのか。飛んじゃねえで、とっとと出てきやがれ。そう、言ってくれるじゃねえか。よし、親父の目の前で大活躍してやる。着実に守る。鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。いな、出陣します。たとえ敬服する親が敵であっても加減はしません。来ませ、相手となる。行ってみよう。相手は父上だ。手を抜いたらバレる。めんどくせえけど頑張るしかないか。
将は実力を出し惜しむ悪癖がある。好きにやる。この戦で本気を出させたいもの。そうです、正義消えるだろう。そりゃ罠の一つや二つはあるよな、あの父上だもんな。こいつらを無視するわけにはいかねえか。めんどくせえ。この戦力を俺が混沌に飲み込んでやる。俺は縁飛と張飛を超えてみせる。それが本当の親孝行ってもんだろ。張飛め、いい顔してやがる。あいつと戦うのは楽しみだぜ。これはいい機会です。父上に稲の成長した姿をお見せしなければ。この忠勝をたぎらせてみせる。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでした。親父はあのもんの中だ。よし、俺の活躍見てろよ。知力味わうがよいぞ。太平を開く一撃を。どうして参る。まだ死ねぬゆえ。ごめん。待て、叶わない。なかなかやるな、ショウ。少しはやる気が出てきたか。そういうわけじゃありませんけど、ま、お褒めに預かり光栄です。私が出る。瞬間、なぜお前が来るのだ。あら、それはもちろん旦那様のその顔が見たかったからですわ。情報のやつ、なかなかやるじゃねえか。ダッシュボールで。ここまで成長してやがったとはな。そんな身体をさらすとは。頑張ったな、聖祭。けど、あんまり無理すんなよ。おお、ここまでたどり着いた。ならば、ショウ、本気で私を倒してみる。お手柔らかにお願いします。あれ、父上、もしかして手加減しました。生意気なことを言いよって。だが、まあいい。お前の力よく分かったぞ。将と戦い誉れを上げている。だが、総大将と俺は本陣にいなければならない。そして、責任が重くのしかかる。家康様はいつこのような重圧を。もう綺麗長宝、次は俺様が相手だ。やっと出てきたか。手加減はしねえからな、親父。しゃらきせ、まだまだおめえには負けるかよ。なかなか、あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。聖祭、まさかおめえも来ちまったのか。兄上の役勝負を聞い、私がダメな理由は何。父は
あまり見くびらない。どうにかせりゃ。すごいな制裁、お前が真の三国武装だぞ。突撃。独身様を任すとは。成長したじゃねえか、長宝。俺はもう子供じゃない、親父と肩を並べて戦えるんだぜ。邪魔よ。加勢されるおつもりか。拙者手は一切抜きませぬが、よろしいか。それでこそ戦つ。三河武士の戦、異国の雄に見せつけようぞ。精進せよ。それ父上、ありがとうございます。ナオトラ様、まさか敵の総大将というのは。すみません、すみません、私なんかが総大将なんておこがましいですよね。でもどうしてもって頼まれて。いいけかくん、お役目は全力で果たすべし。おとなしくしてね。母上が総大将、あの力を使う気か。全員で挑まれば勝てるはずがない。イエス様、なぜここに。こんな格好で恥ずかしい。おう、すめん。そう固くならずともよい。私がその姿のお主の力を見ておきたくて。負けました。子供たちはみんなたくましく育ってます。やった、俺たちの勝ちだ。終わったと思ったらどっと疲れが。皆なかなかやるではないか。子らの成長を誠に執着。次は実戦にてその実力を測らん。実戦？何言ってんだ、もうこれで終わりだろう。奴らは仲間割れを起こし疲弊しているぞ。ものども壊し尽くしてやれ。こうなったら全員で迎え撃つしかねえな。北の敵は我らが葬る。行くぞ将、気を抜くなよ。わかりましたよ父上。めんどくさいことになったな。好きにやるわ。おとなしくして。南の敵は私たちが射抜きます。父上参りましょう。よかろう、いな、侮るなよ。ランチボールだ。じゃあ俺たちは東の敵か。一番遠いとこじゃねえか。まあいいじゃねえか親父、俺たちの武勇見せつけてやろうぜ。母上、思ったのですが、やはりいい家には先人が似合いますね。ナオマ様そう言うなら
私たちは敵の本陣を突きましょう。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。素晴らしき技の数々。きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。父上、これほどの敵、勝てるのでしょうか。愚問、みな、ただ目の前の敵を撃て。はい、父上。やはりみなは父上のそばで戦うのが一番です。調子づきよって、なかなか。あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。しかし息子に乗される日が来るとはな。手加減しといて何言ってんだよ。今の戦いっぷりが本気の演技と勝機なんだろう。けど親父の本気、いつかは受け止めてみせるぜ。楽しみに待っててくれよな。母上、敵の本陣はあちらです。どうしました？何かついていますか？え、なんでもないです。そのいつの間にか背中が大きくなったなって。いつも俺の前には母上の背中がありました。きっとその背を越えようと精進したからでしょう。消えればいいわ。それ着実に。貴様はここで朽ち果てろ。一撃を。さあ相手になるぞ。全力を出さなければ。さあ泣き乱らしてやろう。私を打ち取った。南も東も攻めせ。俺が出るしかねえのかよ。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。さあ相手になるぞ。真の模擬戦だったからな。勘違いしても仕方がないか。誰一人失わず完勝だったな。ただ親を超えられたかは微妙だが。まあそれならそれでいいんじゃないか。焦らずのんびり成長していこうぜ。いかがかな、直虎殿。私が計画した親子の模擬戦の感想は、肌で息子の成長を感じられたのではないか。はい、すっごく感じました。直政のかっこいいところも見られましたし、それにそれに。母上、あまりウキウキしないでいただけますか。恥ずかしいです。いいじゃねえか直政。俺たちみんな、親父たちや妖魔相手に一歩も引かなかったんだぜ。そうです、腕輪の力を使う直虎様とも戦えた。この戦は私たちにとって貴重な経験になりました。おめえらの成長が見られて嬉しいぜ。
親としてこんなに誇らしいことはねえ。忠勝、こいつは一杯やる流れじゃねえか。張飛殿のお誘いとあらば、子らの成長を祝して一献傾けよう。じゃあ俺もって冗談ですよ父上、そんな怖い顔しないでくださいって。良い結果になってよかった。お肉の林、あの日をつ